ブレーメンFWを大迫勇成18年8月撮影写真を拡大ブンデスリーガ ブレーメン01SCパーダーボルン8日 ブレーメンFW、大迫勇成が所属するブレーメンはホームで SC パーダーボルン201で後半45分SCパーダーボルンのFWミシェルに決勝点となる先制ゴールを決められた。大迫は無得点で後半13分に交代した。 ブレーメンは3勝5分け6敗 SCパーダーボルンは2勝2分け10敗となった 得点経過後半45分 SCパーダーボルン